もよみチャンネルのもみです。こんにちは。今回は続伐抜行のシーズンの私の編成5部隊を紹介しちゃいたいと思います。このシーズンは少し特徴がございます。まず世俗というものの新しい単位ができておりまして、まあイメージとしては同盟ですね。40人単位の同盟、これが集まって一つの大同盟を作るというシーズンとなっております。このシーズンに関しましては世俗特性というのが選べて、これによってかなり編成の幅が広がるシステムとなっております。私の世俗に関しましてはこの強靭という、特性を選びました。この特性を選ぶと2つ特徴が増えます。1つ目は建設施設の耐久上限が100上昇すること。2つ目は戦法拓印可能ということで、類似や検察、激正や死刑、これらの戦法を持っていればさらにもう一回使えるというシーズンとなっております。では、この拓印をちょっと見てみますが、拓印ゼミ戦法ということで、基本的には拓印は4つできます。ですので、下記戦法をのうち、4つだけですね、持っていれば2回使うことができるという特徴のあるシーズンとなっております。今私は激性を1個プラスしても作っているんですが、例えばですが、さらにもう1個類似使いたいなと思ったら、8万ゼニを使うことによって、類似が2個使えるようなシーズンとなっております。まあ、そういう意味では、激性と類似という、まあ、強戦法を2個使える。他にも新兵対象とか選べるんですけども、高速備とかやっぱりですね、どの世俗も激性と類似が大人気の特性となっております。やはりですね、類似が増えてきたら激性がないと辛いですし、まあ、激性が増えたら類似がないと辛い、まあ、そういう意味ではこの特性を選ばざるを得ないっていう意味では、まあ、ちょっと残念と言えば残念ですが、編成を組む私としては激性と類似2個使える。死刑ももう1個使えちゃう。これはかなり面白いシーズンだと思います。最近の動画では、まず戦法から紹介して武将紹介ってやってるんですけども、戦法に関しましては大抵持ってるので、今回ちょっと割愛させていただきます。まずは私の所持武将も紹介しちゃいたいと思います。突撃せよ。それでは私の所持武将を紹介していきたいと思います。弓力軍長戦が0突、ここ赤くしたいです。あとは長期長州関羽馬体侵略貫突してます。両毛が2突、大凶が3突、孔明1突となっております。馬運力が3突、ここ貫突にしたいですね。なぜか曹操が貫突5突となっております。あとは劉備が0突、張雲が4突となっております。陳宮がですね、ちょっと0突なのが私辛いですね。ここ貫突したいです。ここに馬長がいるはずなんですけど、未だにいません。エクストラガチャ結構引いてるんですけども、本当に偏りですね。未だに出ません。高孫さんがですね、最近出たんで今無凸という状況でいます。義の武将に関しましては結構引きがいいかな。各将、天位、純育、加工園、加工等と貫突しております。銀兵が0突なので、いつも銀兵使うときちょっと迷っております。あとは義援や宝刀が0突、序章が1突、宝星1突となっております。5は孫権が0突、周瑜が5突、陸光5突となっております。周体も引きが良くて5突、これ結構有効ですね。あとは孫策、朱俊とかも貫突しております。低コストの武将に関しましては大井が1突、これ結構嬉しいです。続いては宝物の紹介です。弓が英雄、信仰が破敵、別名が霊道、白狼が兼任となっています。旧関東は物理と策略両方ともですね、初期の固有の発動率を上げるものを作っております。
炭蔵の効果に関しましては狙い通りのがついてます。これは私結構いい点です。まあ、かなり深追いもしていて炭蔵で痛い目もあってるんですが、まあ、狙い通りの効果がついてしまえば、まあ、高みを狙わない限りはこれで十分なのかなと思いながらやってます。今回初めてボックスの武将と宝物を紹介しました。武将に関しては偏ってはいるものの、かなりですねやばい人のような自分でも思います。これだけいてもまだまだ欲しい武将や赤くしたい武将っていうのがいるので、第三国志は闇が深いですね。それでは続伐抜光の私の編成を紹介していきたいと思います。よろしく頼むぞ。一つ目の舞台はアミベニ舞台となっておりまして、これを作るために私は呂布、軍長戦、新楽のスタダをしました。この舞台に関しましては中華ではティア1と言われていて一番強いと言われてるんですが、やっぱりですね赤い人の、まあ、前提の舞台となっております。私そんなに軍長戦や弓力が赤くないので、まあ、宝物でなんとか対応しようかなと思っております。私動画とかでは5舞台に絞って強い舞台を作りましょうと言ってるんですが、やはりですね初期の舞台に関しましては5舞台をさらに3舞台に絞ってより強い舞台にした方がいいと思います。そのためこの第一舞台に関しましてはある宝、持っている宝物を詰め込んだ編成となっております。軍長戦が赤くないと速度振りできなくて呂布を守りきれないこともあるんで、まあそうじゃない人は孫権とか使いましょう。第2部隊は15凸の食器兵編成となっております。これも宝物を詰め込んだ編成となっておるので強いんじゃないかと思います。また続伐抜光のシーズンを生かして激性をもう一個ここでつけています。最近の第三国志はもうですね長くやっている歴戦の戦士が多いんでみんな強いんですね。そのため赤さっていうのが勝つためにはかなり重要です。そのため序書の1凸ではなくて長州5凸を選択しました。続いては新兵大将部隊となっております。今死刑昏睡体系そして防帝関羽隊と紹介しましたが、これはちょうど私が今作っている部隊の順番にもなっております。そのため3つ目には新兵大将部隊を作っております。やはりですね新兵大将部隊は3つ目までに作るべきだと思います。大抵ですねどの人も2部隊目ぐらいには騎兵を作ってますので、まあ、そのキラーとして新兵大将部隊っていうのは作るべきですね。4つ目は5凸の集大を生かした編成となっております。集大の宝物に白狼の兼任と書いているんですが、まあ、これはですね多分長期でついていた白狼を外して集大につける予定となっております。集大には類日を卓印戦法でつけてガチガチの壁の舞台にしていきたいと考えております。5つ目は高祖不備隊となっております。まあ、これまでの4つの舞台ほぼガチガチのテンプレでしたんで、まあ、5つ目ぐらいはちょっと遊ぼうと思って万運力、高孫さん、曹操の高祖不備隊となっております。遊びとは言ってるんですが、まあ、馬長がいないだけです。ですがこの舞台かなりいいんじゃないかなと思います。まあ、やはりですね高孫さんかなり速度も速いんで高祖不備と相性もいいです。また曹操知略ぶり5凸、これが使う女性は通常攻撃が 90% ぐらい上がりますので、高孫さんと曹操のアップでもうバウン力が馬長もみたいなもんですね。期待して使っていきたいと思います。万運力の宝物は長州からですね分取って使っていきたいと思います。これで私の続伐抜光シーズンの5部隊の編成のご紹介は終わりとなります。どうですかね、続伐抜光シーズンのシステムを生かした編成ではないでしょうか。参考になんねえよっていう人いるかもしれませんが、これはいわゆる
組み方です。まあ、これを参考に似てる武将を使っていって5部隊を組んでいけば私は良いと思います。また動画にされてもいいから編成を組んでくださいっていうご依頼今たくさん来ておりまして順次対応しております。またですね、組んでほしい方いましたらご連絡ください。少し時間はかかるかもしれませんが対応いたします。今回の動画が参考になった、役になったっていう方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメントも順次お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。じゃあねー。